準備はできた。よし。このリンネガンでは、奴らの元へ送れる人数は限られている。今この任界で我ら以上の忍びはいまい。ボルト、これを渡しておく。これって…ボルト、母ちゃん、ボルト、絶対連れて帰る約束だってばさ。サラダ、ミツキ、みんなを頼むぜ。ボルト、お父さんもよろしくね。しぶとい、この程度しか引き抜けんとは。悪いな、そう簡単にはいかねえんだよ、俺ら忍者ってのはな。サスケ、お前まで、なんで？いろいろあってな。ま、忍者になったってことさ。まるで自分の影分身を見てるみてえだ。俺、ちったかっこよく見えっかな。前よりはな。少しは前の俺を見ててくれたんだ。今まで、すまなかった。これからは、今まで通りでいいってばさ。え？ただ、たまに会った時は、説教じゃなくて、父ちゃんの昔の頃のことを教えてくれよ。あ。下等生物が。戦闘開始。やつの能力はかなりのものだ。わずかな隙も見せるな。了解だ。所詮貴様らは勝てない。雑魚は雑魚らしくさっさと消えろ。残量だ。かなりの規模だな。だが、つけ入る隙がないわけではない。あと、思いつくと我らの勝利は近い。いけるぞ。押されている。ここはどういうことだ。ガラ、分かっているな。いけるぞ、チャンスは逃さん。行くぞ。焼き尽くす。お前の攻撃は見切った。あとは追い詰めるのみ。このまま奴を追い詰めるぞ。
このような下等生物に我が己貧して桃式様さあ桃式様私のチャクラも食らう時が来たようです我が親役がかつて私に力を委ねたようにためらわれる当然だには到底届かぬ神の力だ。神の力か。そんじゃあいつに教えてやらねえとな。その神の力より強え忍びの力ってやつをよ。ああ。お前は攻めることだけを考えろ。まさかかぐやに勝ったことで我にも勝てると思っているのではないか。かぐやなやな我を恐れていた小さき者に過ぎる。我こそが強者。我の上に立つ者は誰もいない。能書きはそれだけか。それほど言うのならば行動で示してもらおう。もっとも俺たちから見ればお前はかぐや以下の小さき者だ。
様らの哀れ、この岩は壊せるぞ。燃えてくるってばよ。俺らを分かってるからな。燃えられない壁なんてねえってよ。俺とサスケ二人ならなおさらだ。てめえの岩なんざぶっ壊してやる。分かってるってばよ。こっから立て直す。ものがある。俺はまだやれる。師匠を信じろ。お前は本当は強い忍びだ。俺はナルトに負けたが、お前はあいつに勝る男になれる。
あれは螺旋ガン。ああ、ただ普通の螺旋ガンじゃない。いきなり性質変化の加わった消える螺旋ガンだ。だから何だというのだ。先ほどの幼稚な仕掛けはもうわかった。もはや我には通じぬ。しかし最後の望みをその小僧に任せると。忍びとはかくも愚かなものか。見よ小僧の腕を。震えているではないか。そんな腕で我と対峙するというか。そりゃこんな戦い初めてだし、正直怖え。体も震えちまうってばさ。けど父ちゃんたちはそんな経験をいっぱい積んで、そんで、すっげえ強え忍びになった。だったら、次は、俺の番だろ。俺は忍びだ。この葉隠れの渦巻きボルトだ。もう、忍びであることを、俺は曲げねえ。ザリゲ、我に向けて抗弁垂れるなど、千年早いわ。勝つ。貴様らすぐに秘伝を潰してくれる。俺はお前に勝つ。それみんなと一緒に戻る。父ちゃんとおっちゃんのおかげで奴はボロボロ。圧倒的な戦術を教えてやろう。よっしゃ。
等生物だ。いけるな。ボルト。気がしねえ。行け。今度の勝負は俺の勝ちだな。ん？忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもな。ボルト。そうだよな。俺は四代目の時とは違う。今ここにいるほかげだ。だからこそお前の成長を見守っていける。これからもずっとな。かくして新たに出現した脅威に対し危機を迎えた忍界ですが、七代目火影や各里の影、そして七代目のご子息渦巻ボルトさんの活躍により無事事態は解決に向かいました。さて今回の騒動では大きな被害を受けましたが、同時に新しい発見もありました。
それは人界に育つ。ボルト、ちゃんと人数は持ったの？やべ、忘れてた。今の人界では先ほどご紹介した、つーか父ちゃん、父ちゃんも忘れ物。おう、サンキューボルト。お父ちゃんもお兄ちゃんも忘れん坊さんだね。本当だね。初代から続くこの歴史ある草隠れの里を、行ってくるってばさ。行ってきます。へと導いてくれる。行ってらっしゃい。そうそう、これからも私たちは若き力とともに、これから任務か、一歩一歩歩んでいくのです。父ちゃんも仕事頑張れよ。おう。次はお前たちの番だ。頑張れよ。